ヒレオくん。仲間と一緒に出てくるその生物は、未だに私たちもその生態がわかりません。今現在、確認されているヒレオくんは、この4匹だけです。おやおや？ 1 匹だけ、こっちを見てますね。よく見たら、足が違います。もう少しよく見ると、手も少し違います。恥ずかしがってるのでしょうか。チラチラいなくなります。なんもない池に、みんなが集まってきました。みんな、ザリガニを見てるのでしょうか。ここで、足ひれをつけたヒレオくんが、背中を押しています。後ろを振り向けば、異常にわかると思うのですが、今、一匹落とされました。そして、2匹目。2匹目も、普通に落とされました。最後の一人も、落とされようとしています。誰も、気づきません。そして、自分も落ちていきました。おやおや？またヒレオくんたちが現れましたね。スポンジの上に乗って、みんな仲良しです。傘を飛ばしてるヒレオくんは、無邪気で可愛いですね。3匹は仲が良く、スポンジに乗っていますが、誰かが、ちょっと太いのでしょうか。全員が乗るには少し小さいです。みんな集まってきました。あと一人。あと一人乗れれば、三人乗ることができますが、まだ傘で遊んでおれます。おやおや？上がれません。上げてって言ってます。ちょっと身長も足りませんね。賢いヒレオくんがいます。スポンジを、スポンジを、スポン、傘を広げて、みんなを守ろうとしています。やっぱりみんな仲がいい。ちょっと、貫通してるのが気になりますね。実はこれ、守ってるのではなく、味方を攻撃しているのでしょうか。今、ちゃんと守りましたね。いや、気のせいでした。